花輪サービスエリアは、秋田県和野市の東北自動車道上にある、東自動車道秋田県内唯一のサービスエリアである。サービスエリアでありながらも、開業当初からレストランなどが設置されていないためパーキングエリア並みの施設の整備にとどまっている。なお、本校では、サービスエリア内にあるバス停留所花輪バスストップについても記載する。かつては、 下り方面にも新日本石油のガソリンスタンドがあったが2009年3月に閉鎖となった。また、津軽サービスエリアのガソリンスタンドも2005年にすでに閉鎖されており、これにより下り方面では岩手山 SA を最後に約1 4 0トルもガソリンスタンドがない状態になっており、連休時などは岩手山 SA のガソリンスタンドに行列ができたり、 閉鎖を知らずに来たドライバーが立ち往生する問題が起き、対策として、岩手山 SA や、花和 SA までの高速道路途中には、ガソリンスタンドの閉鎖を記した貼り紙が掲示されている。また、花和 SA 下り線では、ガソリン缶の販売を実施している。花輪バスストップの待合室停留所名は、花輪である。ブルーシティ号、アスナロ号、 ヨーデル号花輪バスストップに関するカテゴリー、ありがとうございます。